ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト兼カプセルトイ研究家のワッキー貝山です。東京は原宿竹下通りの途中にありますカプセルトイのメーカーの颯太さんにやってまいりました。昨年ですが秋葉総研の最新ガチャ暖房のコラムで MVC モーストバリアフルカプセルトイ見事輝きました。ふんころがし、あの松本幸四郎さんの番組でも紹介させてもらったんですが、そちらを作ってるのが颯太さんということで、会社にどうですかというメッセージいただいたんで来ちゃいました。あいにくの雨なんですね。もっと外からやりたかったんですけど、どこだか分かんないですよね。ただこちら颯太さん、神宮村っていうところ、まあ、中入ってみましょう。はい、神宮村、村ですよ、村です。失礼します。表札を見ればいいんだね。あった颯太201、行こう。社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で開発の、川上さん、よろしくお願いします。すいません、もう颯太の皆さんが早々集まっていただいてすいませんの、こちらまだ、はい、来ていただいてありがとうございます。まずあの秋葉総研最新ガチャ暖房の2022年の MVC おめでとうございます。私が勝手に選んだんですよ。選んでいただいて。いや、ふんころがしがあれ、あ、開発の中で聞きたいんですけど、あ、でもふんころが上手じゃないですか。でも聞いてますよね。でも、まあ、ね、あ、本当ですか。ちょっと入り間違えましたね。でも大丈夫です。あの、ふんにこだわりがすごい感じるんですけど。あ、そうですね、あの、当たってます。最初結構いろいろ案があって、はい、まあ一番理想だったのはふんをもうカプセルにしたいっていう。ふん自体をね、カプセルにしたい。なるほどなるほど。いや、うちの規模じゃできねえってことで。で、まあ、あの、あ、結構その、あの糞がリアルだったら、リアルだほど、あの、虫の方が、まあ、引き立つんで、まあ、そこ手抜けないよね、みたいなことで、あの、塗装した上に墨入れって言って、こう、はいはい、まあ、凹凸の、テコのところの溝に塗料とかを塗ってたんですけど、なんかあの辺も結構こだわってましたね。だから、あの、茶色っていう風に考えじゃないですか、糞って。よく見ると黒があったり、赤があったりとかって。そうですね。ふんころがし何食ってんだろうっていう、ね、確かに。あれもでもやっぱ僕らだけじゃあんまりこだわれなくて、うん、ちゃんと福井さんって言って、その昆虫のことを分かってる、本当に標本作ってる人が作ってるんで、はい、そこが一番のこだわりだと思います。標本自体もね、日本に入ってこないっていうところで。あ、そうです、そうです。あれ100年近く前のやつをスキャンして、すごい教材としてももう感動しちゃって、 あれを子供に、まあ、本物じゃないしけど、それを触ってなんかやってもらったんですよ、学校とかでも。そのめちゃめちゃ反応良くて、あ、本当ですか。いや、カプセル取れてここだよなと思ったんで、 MVC に。あ、ありがとうございます。あとちゃんと平らになっててね、置きやすいっていうのもね、自称理由の一つ。ありがとうございます。それちょっと開発に言ってみました。社長って、あ、どういう経緯で、はい、僕はもともとあのルルワークって言って、あの今ガチャガチャの森をやってる会社さんがあると思うんですけど、はい、あそこの出身で、あそこでずっと営業をしてたんですね。で、そのタイミングで、あるタイミングで独立をして、うんうんうん、で、もともとアミューズメントの景品をあの販売してたんですけど、はい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 、で、まあ、それももうルルワークさんからちょっとガチャガチャの商品をオリジナルでいろいろ作ってもらえないかみたいな依頼があって、あの僕が行く頃はもうガチャガチャの森なんか当然なくて、うん、まだあのカプセルも、ガチャ2イージーの前のスリムボーイ、はい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 、はい、あとバンダイのこう植えてくる、はい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 、もうスーパー の、はい、あのレジ前とかに置いてるようなところで、それをこういろいろルートで入れ替えしてたっていう感じ、うんうん、じゃあもう180度違う感じで製造の方がいいんですよね。でもずっとメーカーになりたくて。あ、それはあったんですか。そうです。オペレーションよりもやっぱメーカーになりたいみたいなのがずっとあったんで、ちなみに社長はガチャガチャでこれいいなとかって個人的で。あ、もうでもやっぱり一番すごいなと思ってたのは、あのずっとキタンクラブさん、はい、がやっぱり、まあ、今のこのブームを牽引してるのもキタンクラブさんかなと思いますね。キタンクラブのオフィスにお邪魔したんですけど、はい、まさしくこのように展示してました。そうですよね、はい、昔の昔のそう、恵比寿だったりね、
恵比寿の前、僕あ、前ですか、ボタンだかなんか、ああ、そうですか、じゃあその持ってきたのかな、その時に来ました、入った時にちょっとそれを思い出して、ああ、本当ですか、はいはい、まあでもやっぱりね、飾ってみてもらうっていうのが一番大事かな、そうですよね、でも北谷クラブの淵子さん、はいはい、いや、まあ、淵子さんだけじゃなくて、やり方、記念の仕方はすごい、あの、ガチャに確信をもたらしたかなと思います。なるほど、もうその辺でちょっと、じゃあ、こう作りたいな、みたいな。あ、そうですね。ってきて。そう、蒼太さんで一番最初にカプセルトイ作ったのって何のシリーズですか？一番最初は、ガチャピンかな。まあ、その、ルルアークの OEM の後に、一般で作ったのは、ガチャピンの豆ガチャって言って、うん、あのガチャピンの形の豆の形をしたガチャピンに、はい、ニッって出したらちっちゃい豆が出る、あー、はいはいはい、無限で豆が出るようなみたいな、はい、豆ガチャのようなってありですよね、カプセルトイの世界ではね、そうですねそうですか、川上さんが一番最初に携わったカプセルトイ、でもその辺ですよ、俺もかな、でその次にあったあのパンスクイーズ、あーあー、柔らかくて甘いパン、匂いがするっていう、はいはいはい、で僕が入社した時にあのパンの中の一つに長いパンがあったんですよ、ロングパン、でもあれがカプセルに詰まってるとねじれてちぎれてるからスクイーズじゃないと、そう、それをあのカプセルから出して確認してまた戻す、でちぎれてたら捨てるっていうなんかパン工場みたいなことをやってました、社長よくやめずにそう、そう、入って、入って一日目はね、だから初めて入った仕事がパンの仕分け作業だったんでカプセルトイメーカーのやることじゃないなと思いながら、まあ楽しかったですけどね、あれはあれで、いやでもさすがですね、僕が知ってるコスモスはそのまま入れたし、ちぎれたやつ知ってて入れましたからねそういう世界からですが、かなりやっぱりね良くなりました、なんかあれですよね、不良率多かったら突き返されてましたよね、当時も、そうですね、ああもうそんな状況になってきて、そうですね、あもう今ユーザーさんがね、めちゃめちゃ目が超えられてるんで、そうですよね、一番ヒットした蒼太さんのあのカプセルトイってないですか、一番ずっと俺吸ってるのはその紡ぎ箱がやっぱり売り上げ的にはすごいですね、その上のフィギュアです、あ、ここ、あ、そうです、そうです、はあ、こちら、そうですね、デザイン性がすごすぎるすごいですね、はあ、これどうやってかなって作品、もともと個人で活動されてる作家さんのガチャなんです、うちそういうのがすごい多くて、そうですよね、この方もともとゲーム会社であのこうキャラクターの、まあ、クリーチャーとかのモデリングをやられてて、はい、でツイッターで、まあ、作品とか拝見させていただいてちょっとお声がけしたらぜひカプセルやりたいですっていうふうに2つ返事をやっていただいて、まあ、それもそうと思ってたんですけど、そういうコラボレーション結構あるのでどういう感じのオファーとか逆に受けるのかなって、まさしくそういうことなんですよね、ツイッターとかで、もう本当に飛び込みです、はい、別にバズってなくてもなんか蒼太さんと感覚が合えばオファーとかあったりとか、まあ、ある程度、まあ、ツイッターのそのフォロワーの状況は見ますけども、はい、まあ、めちゃめちゃこう10万人いないとダメとかそういうことはなくて、まあ、デザイン的に良かったりとか、はいはいはい、でまあ、シリーズでずっと続けていけそうだなとか、なんかもうそれも全部話し合いですね、初版の数がえげつなかったですね、で最初に受注した時に商品発売してから口コミで広がると思ってたんですよ、初版そこまでの数出ないだろうと思ってたんですけど、まあ、工場には絶対これはもうシリーズ化するし、再販とかで受注伸びるからちょっと気合い入れてやってほしいんですって話なんですけど、いざ初版の受注始まると結構な数が来て、これ作れねえってなってその期日までに作れる数が大体決まってるんですけど、うん、それ以上の数が来たんで、ちょっと最初数制限させていただいて、とにかくまず期日通りに市場に出そうということで、はい、発売延期して決まった数というか、まあ、受注数作るか、発売日そのままで受注数減らしてでもやるかっていうので、まあ、だったらもう最初にまず4に出そうってことで、最終的に3分の2ぐらいに減らしたんですかね、受注数を。そうすると地方まで回ってきてないんじゃないかな、第1弾は回ってきてないですよね、期待した以上に反応があったという、そうですね、なんかこの商品ほど世に出た時にドキドキした商品だった貴重な話ですね、最初はその、まあ、ああいうクリーチャーっておもちゃ屋さんとかに売ってるんですけど、はい、絶対普段手に取らないんで、その興味ない人は、うんうんうん、多分選択肢に入らないので、はい、ただ
ガチャガチャってそれこそ薬局とかスーパーの前に置いてあるんで、なんかそこにあのデザインがあったら、この手のデザイン興味ないけど500円だったらいいかっていうユーザーが実は多いんじゃないかなと思って、でラインナップの1個はもうあの動くんで、あの稼働したんですか？稼働式なんで、普通のフィギュアぐらい動くんで、これどうなるんだろうなと思って。触ってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。急に出ますけど、ほら、いやこれ多分どこのメーカーだってクイズが出たら、ソータさんって答えられる自信は僕あるな。、まあ、これ稼働式こうですね。おお、すごい。うわー、よくこれ500円出せましたね。まあ、それを言われるのを頼りにやってるところもあります。ああのもうすでにあのもっとゲーム化を目指してて、ストーリーとか世界観とかも全部こう組み立ててらっしゃったので、はい、まあ、それがガチャガチャで出せるってすごいなと思って。確かに薬局にあってこういう世界に触れるっていう入り口としてはかなり窓口も広くて面白いですね。カプセルトイならではの切り口となって、うん、だからなんかすごいドラゴンとかああいう魑魅魍魎の世界とかっていう、あれってそれなりに暗い施設がなんかの奥の行かないとないですけど、確かに薬局にねあったらちょっとドキドキはしますよね。ありがとうございます。面白いな。一番売れなかった の一つとしてはニャンドルっていう、なんか隣の方まあ開発、発案者で開発者、ああ今映っちゃいけない、この方だけ映ってる方が発案者で、ニャンドル、ニャンドルです、はい、かわいいじゃないですか。かわいいです。あ、80年代のアイドルね。これピンクリですか？そうです。ですよね。よく当てましたね、シャメと。これは嵐の素顔ですね、黒瀬さん。あ、正解です。すごい。あ、これはあれです、山口百恵さんのさよならの向こう側じゃないですか。めちゃめちゃわかるじゃないですか。はい、で、あ、ウインクだ、これ。これは寂しい熱帯ですね。すごい。完璧っすね。これ、俺は欲しいですけど。少数派なんですよ、だから欲しいって言われる。何なんですか。今、プレミアがついてるかもしれないですね。本当ですか。あまり出回ってないんで。おそれ一発で当てるのなかなかないですもんね。ないですもんね。これぜひ第2弾。第2弾。面白いな。いやー、貴重な話聞きましたね。ソータさん万歳。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからこの辺見てみたいですよというリクエスト、エモーい昭和レトロ風ガチャガチャがありますよという情報、ご当地オリジナルガチャガチャの情報などなどコメント欄にて受け付けています。それではまた次回。一個いいっていうでどうします？かー、困ったー。いや、指の巣箱持ってないんですけど、これは結構ね地元で見るので、やっぱお話しさせてもらった、こちらでいいですか？はい、いいですね。お金を入れないでます、夢のような。やりました。